はい、ということで6月19日の日曜日、時刻は午後3時です。琉球大学放送クラブがお送りするラブラジ、今週も1時間やっていきたいなと思うんですけれども、まず、はい、パーソナリティの、自己紹介からいきましょうか。はい、今回パーソナリティを務めます、琉球大学2年次乾井郁人と、琉球大学3年次中曽根健一と、琉球大学3年次杉本健人がお届けしていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。入りたてから杉本さんがすごいニヤニヤしてるんですけど、ね、暗くない？どうだろう、なんかお通夜の晩ですかいやいやいつもね、この元気部門担当してる子が今日ミキサーやってるんですよ、うんうんうん、ラブラジェって言って入る子が今日ミキサーやってて、はい、その間にいきなり時刻はなんとかかんとか入ってからあれあれと思って、いやなんかどうやって入ろうかなと考えたら気がついたら始まってたんで、とりあえず喋ろうと思って。梅雨も終わったから明るくいきましょうね。そうですね、梅雨も明けましたからね、はい、もうね本当に、梅雨が水曜日でしたっけ、明けたのが、うんうんうん、に明けて、でいよいよ梅雨が明けるとといいますか、夏のね一つのイベントがまた昨日から始まりましたということで、はい、そうだね、高校野球が沖縄はね、はい、他の都道府県に先駆けて県大会いよいよ始まりましたね。なるほど。健さんは高校沖縄で野球は、はい、いや高校は野球やってなかったですか。中学校まではやってました、はいはい、なるほど、はい、ちなみに高校どこだったんですか。高校は読谷高校。あ、読谷高校って昨日1回戦を突破したということで、はい、まあ聞いてくださってる方ね、宜野湾市内の方なんでね、多分こう、うん、沖縄の高校通ってたり通ってたとかって方も多いと思うんですけど、宜野湾の人ってどこ応援するの？中部商業か宜野湾とか、あと普天間とかもありますからね。普天間高校はあの放送部がね、あの宜野湾ここでラジオやってますから、うんうんうん、まあ、普天間高校の多分宣伝とかもねあるかもしれない。大体高校野球あるとね、この三栄のねテレビが置いてあるあそこの場所に沖縄の人が集まるか、みんな家で野球見るから合格がカラカラになるっていう、そうですね、あの全国大会始まると沖縄なんか好きますよね、そう試合の時は。そんなわけでね、まあ高校野球始まるといよいよ夏だなっていう感じがする。そうだね、夏の風物詩、まあ、実際今窓の外を見てみますとね、すごい夏っぽい天気になってきましたから、海が綺麗だな、うん、そう、このね FM 宜野湾ロケーション的にね海が見渡せる場所なんですけれども、これだけ、うん、晴れるとね、はい、海も映えますよね、うん、このね天気の話をしだすとラジオはやばいっていう先輩から教わって早速天気の話をするという、うん、やばい感じなんですけども、今日は、この後はですね、あの取材をねやってきたりしたのがあるんで、はい、そういうものの紹介とか、あとは、はい、まあフリートークでねいろいろまあ大学生思うことがありますので、そういう話をしつつ、ね、1時間やっていこうかなと。結構情報が盛りだくさんのね、はい、この知的な番組になっておりますのでそうですね、前半は特にそうなると思うのでね、うん、僕たち琉球大学放送クラブの紹介の方、杉本さんお願いします。はい、琉球大学放送クラブ、ツイッター、フェイスブック、ホームページ、すべて完備しております。またホームページの方にはラブチューという部員が交代で撮っているネットラジオの方も上げておりますので、よろしければご拝聴ください。また我々放送部、司会、イベント MC 等も受け付けております。去年ですと那覇マラソンの場内アナウンス、西原町産業祭りのアナウンス、ね、司会業、あと琉大のねイベントがいろいろオリエンテーションだったり琉大祭があるんですけれども、そちらの方でも司会やらせていただいております。何かご用命の際はご連絡ください。連絡先の方はメールアドレスが小文字で studiorub@gmail.com、 小文字で studiorub@gmail.com となっております。詳しくは、Google の方にですね、琉球大学放送クラブと打っていただきますと出てきますので、そちらから入っていってください。はい、はい、連絡終わった。あとはラブラジエ、この番組ではメッセージを募集していますということで、メッセージ等はですね、797@fmgino1.com の方に、メールと、はい、あとご意見ご感想等ね、いろいろありましたら送ってください。はい、はい、こちらもね Google に、FM 宜野湾と言っていただきますとホームページの方飛んできます。そしてホームページの方には、Ustream とツイキャスでラジオがですね、聞けますので、で、はい、こちらあのこの3時から4時が終わった後でも聞けますので、ぜひ途中から聞いてる皆さんもね、とか途中を聞き逃してしまったという今聞いてらっしゃる皆さんも後で聞いていただけたらなと思います。
さあそんなこんなでね、いきますか。1時間お届けしていきますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。龍大 PR。 はい、というわけでいいかな、多分大丈夫です。あのミキさん、あの彼が今ねとても真剣な顔で操作してるのが面白くてそうですね。ということでこのコーナー、まだタイトルが決まっておりません。龍大 PR のコーナーでございます。はい、大体ですね、龍大周辺の、面白いものだったり新しく話題になっているようなものを紹介していこうというコーナーでございます。はい、今回はですね、学生の間で今話題となっております、琉球大学の東口。そうですね、うん、東口で通じるのかな東口、西原口でしたっけ、あっちは。そうだね、西原口、西の方から上がった坂の交差点らへんですね、はいはい、にできました、鳥玉という卵と鶏のお店が新しくできました。はいはい、ここがですね連日にぎわいを見せておりまして、はい、そうですね、いつ行っても混んでる。僕も今日ね、お昼ごろお店の前を通ったんですけれども、うん、行列ができていたんでね。そう、どんなお店かすごい気になってるんですけど、なかなか食べに行きたいんだけどね、はい、混んでて行けないということで、実はここの鳥玉、私の後輩がですね、かなりの人数バイトしておりますので、ここで取材をかけてみようという、はいはい、ことで取材を取ってきましたので、はい、最初はそちらを皆さん聞いてください。じゃあミキサーのこういいですか、じゃあ行きましょうか。それでは聞いてください。それじゃあいろいろ伺っていきたいんですけれども、まずは鳥玉の営業日時、休み等を教えてもらってもいいですか。鳥玉はランチが11時からスタートして、14時30分にオーダーストップで3時までオープンしております。でディナーの方が6時、夜の6時からですね始まって、8時半にオーダーストップさせていただいて10時までオープンさせていただいております。なるほど、ということはお昼と夜が2部あるということですね。はい、それではこのいろいろとねメニューおいしいって評判なんですけれども、だいたいお値段的にはどのぐらいで商品ご提供されてますか。一番安いものから税込みで590円で販売させていただいておりまして、で一番高くても1000円以内で買えるような値段になっております。なるほど、じゃあ結構リーズナブルなお値段で食べれるということですね。
はい、それではスタッフの土屋さん的には何かおすすめの商品というか食べ物ありますか？一番のおすすめはお店の名前が入っている鶏玉セットっていう定食になりますね。こちらが結構早めに売り切れになってしまいますので、結構人気の商品になってます。で、2番目におすすめなのが炙り親子丼定食になりますね。こちらが、鶏を炙ったものをまた、親子丼にして特製のタレを自分たちで作って、ふわとろななかなか美味しい親子丼に仕上げてますので、ぜひ皆さんに食べていただきたいです。なるほど、ありがとうございます。鶏玉定食、お店の名前が入った看板メニューということで、どちらも美味しそうですね。あとはなんか私も友人が鶏玉に食べに行ったということのを聞いたんですけれども、チキン南蛮あるんですよね。はい、チキン南蛮も提供させていただいております。で、普通のチキン南蛮と違って、チキン南蛮にかかってるタルタルをですね、結構ゆで卵の卵の形がもうもろにゴロゴロっとなっているような、ボリュームのあるチキン南蛮になってますので、結構皆さん驚かれて、なかなか完食される女性のお客さんも少ないような結構なボリュームのあるチキン南蛮を提供させていただいております。なるほど、じゃあ大学生がね、この龍大周辺ですとお客として多いと思うんですけども、食べ応えも十分ということで、なかなかいいお店だなと思います。それでは購入のシステムがちょっと特殊なんですよね。鶏玉さん、教えていただいてもいいですか？鶏玉はですね、入ってすぐ左側に食券機がございまして、そちらで食券を買っていただいてですね、お席について、スタッフの方が、ご飯の種類だったり、厚焼き卵の出汁の種類だったり、スープの種類だったり、サラダの種類だったりを選んでいただくようになってますので、なかなか自分好みの定食を作ることができるという、なんか変わったお店になってますね。なるほど、じゃあ自分でカスタマイズしていくという、なんかスターバックスみたいにね、すごいですけれども、この鶏玉さん5月にオープンされたということで、現在バイトの求人もねされているということなんで、ちょっとお伺いしたいなと思います。鶏玉ではですね、今スタッフを大募集しております。一緒に楽しく働いていただける方、年齢問わず男女問わず募集しております。いつでも鶏玉の方にですね、ご連絡いただければ私たちお待ちしておりますので、ぜひお願いします。はい、大募集ということでね、相当募集されているようなんですけれども、本当にね、とってもね、美味しいまかないもついているということで、ぜひバイト探しの皆さん、ご検討ください。それでは最後に、ラジオを聞いているこのリスナーの皆さんに一言いただいてもよろしいでしょうか？はい、今日はありがとうございます。鶏玉はですね、龍大の東口出てファミマの近くにありますので、ぜひご時間ある方、お食事に来られてください。お待ちしております。はい、土屋さんありがとうございました。ありがとうございました。ということで、今回は龍大東口にあります鶏と卵の専門店、鶏玉さんを取材していきました。それではスタジオの方にお返しします。はい、ということでスタジオに戻ってきました。はい、どうだった？すごいなんかゆったりしたテンションで話が進んでたんですけれども、これね、授業と授業の合間に撮ったんだよ。20分ぐらいの間うん、あーすごい、撮ってすぐ編集かけて持ってきましたお疲れ様です。お疲れ様です。そしてここで衝撃的な事実がございます。はい、ですね、この収録を先週か、はい、の金曜日にやったんですけれども、はい、その翌日土曜日、昨日ですね、はい、昨日はちょっとこの取材を受けてくれた土屋さんの方から LINE が飛んできまして、はい、急遽鶏玉で鶏玉定食が打ち切りになりました
あはい、あの一番の売りですね、売りっておっしゃってたんですけど、残念なことにこれちょっと諸事情で、はい、とりたま定食 の提供が終わってしまったってことなので、だからすごい今衝撃的だなと思って、衝撃的でしょ、私も衝撃的だって、どうしようと思って、あ、食べに行きたかった。手元でメニューを見てるんですけどね、うん、はい、結構どれもボリュームがありそうなメニューで、そうそうそう、厚焼き卵とかね、卵がすごい、卵焼きがねすごい美味しそうだなと、あと唐揚げもありますし、そのおすすめ第2位みたいな感じだったチキン南蛮、はい、これね写真だとよくわかるんですけど、タルタルソースの卵の比率が多いんですよ、はいはいはい、あのだから普通のだと多分玉ねぎとかが多くてちょっと白っぽいタルタルだと思うんですけど、うん、完全にこれ入り卵みたいになってます、黄色すぎて、すごいですね、すごい、うん、あとはそばもあります、煮込み鶏そば、それはどっちですか、沖縄そばですか、日本そばですか、ね、これは沖縄そばだね、あーなるほど、とあとは親子丼、親子丼、うん、と鶏のたたきとか、鶏のたたき、やっぱ鶏とね卵のお店ってことあって、うん、自分はね鶏肉の料理大好きなんでね、行きたいなと思ってるんですけど、うん、はい、最近はねだいぶこの混雑も落ち着いてきたということで、オープン当初本当にオープン当初やばかったよね、3時間待ちとか言ってたから、ね、3時間、まあ、でも今でもまだねお店の外ね結構並んでましたけどね、うん、今日多分並んでるの内地の人だよ、沖縄の人ね並ばないですよ、並ばない、あの回転寿司屋がねできた時でさえ、うんうん、送られてくる写真が渋滞だったよっていう写真で、ね、食べたよじゃないんでどこの寿司、どこだったかな、チャタンじゃないか、どこだっけ、浜寿司、あが、あの龍大の近くに浜寿司ができた時もそんな感じです。でもねやっぱりこれ今鶏玉も、うん、唐揚げとかすごい美味しそうですね、で値段も割とね、はい、あのお得で、うん、550円から、うん、まあ全部1000円以内で定食頼んでも釣、はい、りが来るということで、ですね、まあ龍大の東口ってことで宜野湾市からはちょっと外れはするんですけれども、まあ宜野湾市から車でね、はい、5分もかかんないようなとこですから、そうですね、龍大周辺のコロッケクラブを目指していただきますと、はいはい、その、あれ下かな、違うな、コロッケクラブの建物の、ね、隣ですね、隣だよね、はい、ララプリモとかあの通りです、はいはい、あの辺ですね、はい、営業時間の方がランチが11時から2時半、ディナーの方が、8時だったっけ、ん8時じゃないです、何時だったごめんちょっと待ってくださいね、 OK、ちょっと待ってくださいね、ランチが何でしたっけ、ランチの時間忘れちゃった、ちょっと待って、あ、じゃあディナーか、ディナーが待って待って、さあ調べてます、あのねこれスマホがすごい重いんです今、メモするの忘れてた、じゃあこれはエンディングの時にもう一回言いましょうか、お伝えしますので、まあその時言ったらね、あの後から聞く人もいるからいいでしょう、はい、まあね本当に美味しそうな卵と鶏肉のお店なんでね、ぜひあのね、今日の晩ご飯でも何でもいいのでね、うん、決まってない方はぜひ、ね、はい、行ってください、はい、そしてねバイト募集中ということですので、はい、大学生、留大生、まあ留大生以外でもね、はい、バイト探してる方いましたらちょっとそっちもね、うん、ご検討ください、はいはい、ということで最後下りましたが、鳥様の取材、お届けしました、はい、それでは少し、この後は留 M の紹介に行きたいと思います、はい、龍大 PR その2、はい、その2、はい、タイトル決まってないと強気に出れるでしょう、はい、それ強気でいいんですか、うん、強気、はい、ってことで、さっきね鳥玉ということで龍大周辺のお店を紹介させてもらったんですけれども、今度は、龍大の中の話をお届けしたいなと思います、はい、今日実はねこのラジオ初めてだよな、はい、初めて、はい、生放送初めてです、はい、今年の新入部員健一くんがラジオに登場しております、はい、で何をね今日話そうかということを考えた時に、健一くん、ミュージカルを今やられているということで、はい、やってますね、それ紹介したら、はい、っていうこのね先輩たちの安直な考えのことこのコーナースタートしております、はい、じゃあちょっと龍大ミュージカルの紹介してもらっていい、はい、軽くですね紹介いたします、この龍大ミュージカルなんですけど、この龍大の中の授業の一環として、はい、まずあります、なので龍大生は毎年ちょやってるのでちょ授業で受けれます、うん、でですねこの毎年この8月の最初の土日とかですかね、土日に、はい、公演しています、
それで2年前の方が、この講演の内容ですね、講演2年前の方が How to Succeed で、去年の方が Big Fish っていうのを講演しました。で、今年はこの Made in Dagenham っていうのを講演しますね、講演します。この軽い内容なんですけど、1900年代後半のイギリスの話ですね、うん、それで、まあ、ある一人の女性が、まあ、いろんなことを体験ですね、体験をして、このイギリスでは考えられなかったことをやります。はい、この詳しい内容についてはまだ言えないですが、大まかに言えばそういうか今のような感じです。はい、で、日にちの方が、この公演の日にちが今年決まっておりまして、うん、今年8月7日日曜日に本番で、場所が嘉手納文化センターで行われます。で、時間なんですけど、今のところ13時半を一応公演ということで一応予定しております。で、チケットの販売についてはまだ詳しいことは分かっていませんが、去年や例年通りですね、例年通りですと、前日券の方はこのミュージカルメンバーですね、流大ミュージカルメンバーがこの販売して、この当日はこの嘉手納文化センターの方で販売しております。詳しいことが分かりましたら改めてご案内いたしますということで、はいはい、ご紹介の方いたしました。このなんていうの、ういういしいというか、なんかゲストワークみたいになってますそうですね、なんかいや、確認しておきますと、流大ミュージカルっていうのが、これミュージカルなんですけど、大学の授業の一環なんですよね。はい、はい、で、ちゃんと単位が出るんですよ、これ。はい、服部先生っていう、うんうんうん、まあ、教育学部と法文学部ならばほぼ全員が知っているちょっと面白い先生がいるんですけど、はい、その先生の講義がありまして、これ取ると単位が2単位出るんだよね。はい、2単位、はい、で、授業の中でミュージカルをこう積み上げてきて、最後発表をするっていうものなんですけど、はい、これが今年は嘉手納文化センターで、はい、嘉手納文化センターです。8月7日7日日曜日、はい、本番ですね。で、1時半からということで、これ結構本格的なんですよね。はい、やっぱ授業だと大学がお金出すんだよ。はいはいはい、そうだから本格的なんですよね。キャストが、大体40名ほど、はい、スタッフが裏方が20名、あとオーケストラが20名大体もういるということで、うんうん、はい、これ実は私の後輩も流大ミュージカルに参加してまして、はい、彼から情報来てるんですけど、はい、一緒にやってます。実際は本番までにもっとたくさんの人が参加するということで、かなり大掛かりな本格的な舞台になっております。はい、で、何か練習してて楽しいこととかある？練習してて楽しいこと、何ですかね、この演技なんですけど、日々成長していくっていうんですかね。最初4月に、なんだ、演技のオーディションをやったんですけど、うん、あの時はもう恥ずかしい演技をしてしまってっていう感じだったんですけど、はい、今まだもう6月ですね、6月の中旬になって、ではもうある程度はできてきてます。出来上がったか。なるほど。まだまだ、はい、キャラ設定とか大変ですけど、うん、あの頃よりはもう確実に成長してます。おお、なるほどね。その成長を見れてるとか、その成長があるので今楽しいです。ああ、なるほどね。やっぱり人前で喋ったりとかって、僕らもちょっとはやりますけど、はい、最初は本当に緊張しますからね。最初できない。それがね、やっぱりこの4ヶ月間ぐらいの準備の中でね、そうやってステージに立ってやるっていう、はい、うん、だってほとんどの人は全くの素人から始まるんですよ。そうだね。はい、でも英語劇が 何人だろう。あ、そう、3分の1以上はいるんだけど、はい、それ以外は初心者。英語劇ってその私の学科の専門分野なんですけど、はい、これは授業じゃないです。琉球大学の教育学部の英語科と、大体法文学部の、英語文科、なんだったっけ、国言って通称呼ばれる中があって、はいはいはい、そこのメンバーが大体組むんですよ、はいはいはい、それで全部英語で実際の英語のミュージカルを劇にしてやる、うん、去年だと西原町のどこだったかな、沢富士、沢富士をじゃないとミキサーが言ったんですけどあのですね、西原の、マリンパークの方行くところになんか大きいですね、はい、プリモキッチンの前ぐらいに音楽堂があってそこで去年はやってたんですけど、去年はアニーやってたんですね。アニー、はいはいはい、そう、主役が、去年の主役が嘉手納中学で、うん、はい、で、私の同級生がアニーをやったということで、はいはい、私も見に行ったんですけど、よかったよ。
あ、見に行きたかった。その頃龍大生じゃなかったから、ね、まず分からなかったっていう。でその前が、何だったか、フットルース。フットルース、はい。で、その前かどうか分からないけど、オズの魔法使いとか、はい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 、英語劇の定番をこう年代ごとに歩んできてるって感じなんですけど、大体そのメンバーがミュージカルを経験して、翌年にこの リュウエムって龍大ミュージカルで略して我々使うんですけど、リュウエムの授業が出てくるので、それを受講するから、ここのメンバーが結構流れ込むんですよ、今回も法文学部多いです。あ、やっぱりね、法文学部多いんだよな。この大学入ってミュージカル熱に目覚めていく人、はい、そう。でまあ、中にはちょっとね、単位の方が危うくなる方もいらっしゃるんですけど、まあ、じゃあ自分の友達も、はい、いますね。まあ、大丈夫、単位自分は なんとか、なんとか頑張る。学業頑張ってよ、はい、うん、ね、両立しないとって感じですね。頑張ります。服部先生の顔がなあるあ、うん、あります。さ、ということで、じゃあもう一回確認しとこうね、はい、今年の劇なんですけれども、メイドイン、ダゲナム、ダゲナム、はい、これなヒンドゥー、違うな、英語じゃないよね。ダゲナムという題名でして、はい、これ結構男女平等賃金を扱った、まあ、そんな感じですね。そうは、でも、まあ、詳しいことはまだ言えないですね、はい、まだ今後のお楽しみということで、はい、はい、この後輩君から来た紹介文によりますと、屈強に立たされた人々が社会の仕組みを変えていく話なので、うんうんうん、今辛い立場にいる人にぜひ共感して見ていただきたいということなので、はい、ぜひ今後とも我々放送部ネタに困ったら大体リュウエムを引っ張り出していきますので、ぜひ皆さんもね、お時間あられましたら8月7日、はい、スケジュール開けといてもらえたらなというふうに。よろしくお願いします。チケットは例年通りだと7月頃からこう、はい、ね、そのメンバーからの手売りっていう形で始まって、うん、はい、なんかどっか特定のローソンで確か扱うような、特定、はい、うん、まだ今年はまだわからないけど、はい、まあそういった詳細が今後出てくると思いますから、ね、はい、それが出てきたらまたね、ここで紹介を、しましょうね。金さんまた連れてきて喋ってもらうんで、うん、手軽な流 M 部員がここにいますからね、はい、また今後の追加情報にご期待ください、はい、さあというわけで、鳥玉とね、この流 M の紹介終わったところで、はい、1曲挟んで後半戦に行きたいと思います、はい、それでは曲紹介どうする？じゃあやりましょうね、はい、桐谷健太さんで海の声。ガチガチです今。なんか全然何を考えてるのか分かんない状態なんですけどね。愚痴の方、愚痴の方。いやいや、愚痴じゃなくて、なんかもうラジオ始まってからずっとポワーンとしてる今これやばいっす。次が愚痴でどれぐらいのリードの時間か。愚痴は14分。ちょっとじゃあ一回ツイキャス止めますね。よいしょ。で、これで取り玉とミュージカルが終わった。だいぶ上げ直してくださいね。来週お部屋にこれさせようかな。あ、これですか。来週ハスキーボイス特集だからこれさせようかな。来週は何でしたっけ、モノマネとかも交えつつやろうなんて話が出てますから。前回が鼻声やったから、今回ハスキーボイスやろうと。あれがもうツパイクにあぶり雑だなぁ。重い香りがいいかな、どっちがいいかな。なんでこんな眠いんだろう。眠いし、頭痛いです。すいません、じゃああと15分喋り通してください。一人でもう黙ってます。ダメダメ。でも俺、でもいや、いいね、いいね。愚痴、あ、流大の愚痴。放送部というあまり目立たない部にもかかわらず遠距離恋愛をして東京に彼女がいる。ああ、愚痴だね。そのくせ彼女を部室に連れてこさせて 部が動揺するという。え、来たことあるの。あるある。へえ。見てみたい。言うてあれ連れ
ってきたらっていう提案をしてもらったから、じゃあせっかくだしっていうことで連れてきた。だって放送部に連れてこさせないとずっと家にいたらもうあれだよ、大変だよ、子供もなんすよ。今電波、電波持ってツイキャス流れてるからね、それ。すいません、はい、次の入りなんですけど、エフェクトいります？いらない、いらない、普通に入って入るから。ないもん、ないもん、ないもん。あえて V を鳴らす。口全然思いついてないのがやばいんだよ。大学生の道か。なんか杉さんから今朝の5時頃こう LINE が来て、あのネタをちゃんと考えといてねって言われて、わかりましたって返して、その後特にネタを考えずに昼前までゴロゴロしてるっていう。あれがちょうど寝る前だったから、今からやったら起きるの12時だから先に送ろうと思って、5時15分とか一緒に来た、うん、昨日お店早かったんだよ。届くといいね。夜勤は大変ですね、本当に。そう、あとこれ曲のアップあんの、終わるよ、終わんのかよ。言ってくれよ。終わります。本当だ、はい、はい、ということでね、前半、まあ、いくつかこう、まあ、お店とかいろいろ紹介をしてきたんですけれども、うん、はい、後半はね、まあ、普段前半でやってるフリートークをやっていこうかなと思います。はい、はいはい、今回のテーマが流大の愚痴ということなんですけれども、うん、愚痴、そう、このね、流大の愚痴を言うことによってこのリスナーの皆様にね、この大学の様子を知っていただこうというコーナーです。すごくない、この正当な理由。あの愚痴を言って知ってもらうってあんま良くない面じゃないですか、それ知られる、うんうんうん、まあそれは気にしない。まあじゃあ、多分教授もねこれ聞いてる人いないから大丈夫です。大丈夫です、ね、じゃあ大丈夫です。ということで結構ギリギリのコーナーなんですけども、はいはい、まあ、発案者の杉本さん、うん、まず一発目なんか、一発目、はい、やっぱ流大といったらこれザンネック、駐車場が狭い。ああ、あとなんか駐車場つって少ないよね、意外とね、流大の中の駐車場事情を知ってらっしゃる外の人って少ないんですよ。なんか逆にネットとかで見ると流大はなんか6000台駐車場があって持て余してるみたいなこと書いてあるんですけど、実際僕ら流大生からするとこう、あの車持ちの先輩が車止められなかったっつって、うん、もう今日授業出ないみたいなこと言ってる人が一定数いるんで、二限とか、二限とかやばいよね。そうですね、朝一番とかはいいんだけど、朝一すっからかんなの。そうそうそう、で二限がです、あ、二時間目が、大体10時20分からあるんですけど、そこに合わせて車がまず一回満車になるんです、はいはい、でその後ちょっと終わるのが11時50分で、お昼ご飯外に食べに行こうかって言ってちょっと開くんですよ、はい、でそこにすかさず何台か入ってきて、はい、3限、うん、3限が12時50分からなんですけど、はいはい、もうここ絶望的。3限4限は車止められないですよね、うん、だから車出さない人とか増えるよね、うん、だからもう賢い人とかは早い9時台とかに来て止めちゃってとかっていう人もいますから、ね、そうそうそう、まあ、そのうちの一人です自分も。そして意外と知られてないんですけど、流大内で渋滞が起こるんですよね。あ、起きます起きます。ね、5限が最後だいたい、昼間の部の方の最後が5限があるんですけど、それが、5時50分に終わって、そこから車出そうとすると、うんうんうん、どこから出ても混むんだよね。そうですね、6時前後はもう流大内信号が3つあるんですけど、3つどれも信号の前にずらーっと列ができて、そうループ道路っていって、この流大内を一周する道路があるんですけど、はい、そこが本当に埋まって、はい、流大の外に出るために10分ぐらいかかるんですよ。でこう流大出ても330だなんていうとものすごい渋滞ですから、本当にこの時間帯は帰る人は大変なんだろう。大変。だから駐車場永遠のネックだよね、流大。そうですね、もう駐車場とあと、まあ道もだから信号周りとかできればもう一車線増やしてほしいなとか思いますよ、ね。最近ねこれ教育学部だけなんだけど衝撃の事実があって、はい、うん、駐車場にね、あのほら大体どこの駐車場も車の止め方みたいな白線あるじゃん、はい、車線が、うん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 、あれがね平行じゃないの。あ、斜め、あ、教育学部斜めだよね、分かる分かる。あのね斜めならいいんだけど、その斜めがずれてるわけ。え、だから線によってこう斜めの角度が違うっていう。あ、だから2本大体挟むでしょ、はい、車止めるように、うんうん、片っぽの線ともう片方の角度が違うわけ。そこまで見てなかった。車止めようとすると片方の線に合わせて止める、そう合わせて止めるともう片方からはみ出るわけ。
しかもこれがですね、K がギリギリ入れるか入れないか、ね、幅で書いてある。駐車場のスペースすごい1台あたり狭いですよね。狭い狭い。そうだから教育学部の駐車場別名ね、こすられの場って呼ばれて。初めて聞いたけど、あ、そう呼ばれてるんだ。教育はそんな狭い。だから自分なんかは工学部と、うん、あとサークル等の駐車場、まあ僕は車運転しないんですけれども、うんうんうん、のを通ることが多いんで、うん、そこを見てるとね、うんうん、まだそう余裕あるんだよ。そう、あの 法文とかあとは教育の方と比べると余裕があるなと思うんです。そうだからもう当て逃げは頻発するしさ、そんな中さ勇者もいて、はい、あのプリウスとかをその駐車場に止める人がいるわけすごいで周りみんな初心者マークだよ、うんうんうん、よく止めれるなと思うわけ。すごい、すごい。で、あの女さ、さっきあの流大ミュージカルで自分の後輩情報くれた子いたでしょ、はい、あれこすられてるのよね、プリウスだったかな、フィットだったかな、あ、乗用車乗ってるんだ。乗用車で大きい車をその幅の狭いとこ止めてるから、隣の車が出るときに見事にこすられてる。こすられる。あれはもう流大生は本当にあのね、軽じゃないときついところがありますよね、うんうん、そうだから教授たち曰く330よりも流大の中の方が運転危ないっていう、あの初心者マークの応酬だからあ、まあ、まあ1年生とか特に3分の1ぐらい初心者マーク貼ってありますからね、下手したら。愚痴他に何かありますかね。そう、なんかある。自分まあ今いくつか考えてたんですけど、まあこれ一番なんか言ってもしょうがないですけど、うん、あのまああエコーいらないよ。ほらこだわりだからちょっと許してあげて。許そう。いや、あの僕ら僕工学部なんですけど、うん、あの教育とか法文と橋で離れてるんですよ。わかる。これ言いたかった。これもう女の子いないし、あのね、いろいろ格差あるし、多分格差じゃないんだよ、うんうん、女の子がいないっていうのが一番の理由なんだ。2つ目の理由行くまでに間があったから、多分お前の魂胆はそこだろ。え、農学部いるよ。工学部いないから。あでもなんか本当にあの別にこれ女の子だけじゃないですけど、うん、あの橋を渡るとみんなおしゃれなんですよ。あ違う、法文学行く。法文学行くとすごいみんなおしゃれだなっていうのを聞いてる方の中でピンとこない方がいると思うんで、説明すると、はい、あのですね、はい、なんていうのかな、なんて説明したらいい、あの眼鏡を思い浮かべていただいて、はい、左側があの理系の学部がいっぱい集まってる場所で、その眼鏡の真ん中のこの何だっけ、フレームじゃない、フレームじゃないとこ真ん中のつないである部分、鼻を押さえ挟んだもう一歩先がこの文系の学部ってなっておりまして、大体工学部って研究者気質なので、はいはいはい、あの洋服とかね、あのもちろんおしゃれな方いらっしゃるんですけれどもうんうん、うん、結構全体的に見るとあの似たのが多いんだよねチェックのシャツかスポーツウェアかつなぎかみたいな感じなんですよね。なんかだからもう本当に、しかも橋も本当に細くて長いんですよね、あの橋がすごい、だから歩いていくとまあなんだかんだ言って5分とかかかるんで、ね、工学部の方から法文の方に行こうとするとすんごいいつもなんかこう格差を感じるなと思う。格差。そう、文系学部はね、大体この勉強がね、あのおろそかな人が多いのでね、あのおしゃれにうつつを抜かしてる学生が多いということで。あこれでもやっぱあの理系、特にあ、まあ、理系っていうか工学部農学部の人は、うん、愚痴っていうと一番最初にその橋であの分けられる、ね、分けられる。特にこの共通科目っていうのが大学ありまして、はい、大体専門ね、各学部のだからなんて言ったらいい、理学部だったら、まあ、その理系の勉強するとか、はい、自分だったら英語の勉強するっていうのは大体2年から上なんですよ、うん、そうですね、1年生で基礎教養みたいなのを学ばなくちゃいけなくて、はいはいはい、それがですね共通教育棟っていう場所で基本的に授業をやるんですけど、はい、それが文系の方にあるんだよね、はい、だから理系の子たちが移動が大変なんだよね。雨の日とかもう大変、そう共通受けて次が自分たちのとこの授業とかなった時が、はい、この橋を渡って結構な距離をバタ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 移動するっていう、そうそうそう、結構それ大変だな。しかもあの橋細くて高さがあるんですごい風が強いんですよ、うん、なんか雨が降ってたりとかそういう冬場風が強い時期とかだと、うん、なおさらもう行くのめんどくさいとかってなってくるんですよ。なるなる。しかも 5分以上かかるよね、はい、かかるですね、共通とか。それが一番の愚痴ですね。愚痴。なるほど。だからもうなんだね、北、ね、分けられ北の住人とか言われるのが一番嫌なんだよな本当に。そういう風に言う人もいますか。いますね。次なんかありますか。なんかあるけど。ああ、なんかうーん、今思いつかないけど、なんかあるかな。あ、じゃあ自分一個いいですか。うん、あのサークルの先輩で、うん、すごい嫌味を言ってくる人がいます。え？
誰だろう誰だろう。でもこれはもうね大学の愚痴とかじゃなくて社会に出たらね、うん、そういう厳しい立ち当たりにね揉まれていきますから。うん、あれあれ、じゃあケンチ君考えてた。あ、まだ思いつかない。本当に大学だよね。もう駐車場言われて今のも言われてってなると、とりあえず大学広いな、広すぎて移動するのは大変だなっていうのも。これは龍大ならではですね。ならでは本当に広いですからね。日本でね結構ベスト5 3番目だったよね。3番目そうですね。そうそうそう。で本あのメインのキャンパスだけで絞ると3番目ぐらいに大きいっていうことで、うん、まああれもね端から端まで歩くと10分15分かかりますからね。自分も一回なんか東口に行って、で北からバス乗るって言って、うん、まあ15分前だから歩いていけばいいやと思って、あの着きそうなタイミングで時計見たら、これ走んないとやばいやつだってなったことあるんで、あららら本当に広いなと思いますよ、ね、移動にちょっとね時間かかるんですけども、はい、ここを学生たまに車で移動する人がいるんですよね。そうですね、学内を。お前歩けば5分だろみたいなのを車で行こうとか言い出してふざけんなと思って。でしかもあのさっきも言った通り学内渋滞をしてることがあるっていう。そう、まあねこの広さもネックでしょうね、うん。あとすっごい細かい愚痴っていい、はい、うんうん、あの大学生って結構課題を、あの理系はどうなんだろう、実験多いからあの手書きが多いかもしれないんですけど、はい、自分たち英語の学部とかあのそういう教育学部系ってパソコンでデータやり取りするんですよ、うん、はいはい、その時に無償にね Windows を悪く言う先生が多すぎ。あ、もう Mac みたいな、あ、どっち Mac か Google、 もう信者みたいな先生多いわけ。あ、工学部とかね、あるあるか、 Mac だけとかあるからね、情報か、情報校なんかはプログラミングやる人たちはやっぱり Mac だけ。でも逆に自分たちなんかだと Mac は使い勝手悪いってなったりしますからね。そう、内地の内地だと Mac 使う人ほとんどいないわけ、うん、てかメンテナンスがあんまりないから、そのパソコンがとっても好きな人とかなんか高度なことしたい人は Mac 使うけど、うん、基本はもうみんな Windows 使うわけさ。そうですね、まあ、ある程度の操作できるから。そうそうそう。でなんかもう先生たちがめっちゃあの悪く言うわけ、授業中に本当に、なんか Windows has many problems あの Mac has no problem とかで、あの Windows めっちゃ問題あるけど Mac は何もないよって。そんなことはまああんまないと思いますけどね。なんだこの偏りみたいな。でその先生の授業が半年で大学スパンが授業なので、ちょっと終わった後に別の講義を取ったら、今度は Google 中毒の先生に当たって、なんか Google is perfect みたいな人がいて、もう何でも Google でやらせるわけ。え、こっちの携帯の方、携帯もだから使うよ授業中で。なんか Windows とかで文章作って送ると減点なの。どんだけ文章できてても Windows だからって減点するわけ。違うだろう。なんかそれはもう違う気がしてますね。先生に合わせないといけないのかな、そういう時って。まあでもレポートをね、たまに先生によってはそういう提出の形式とかで形式あるで1点つける人とかいますからね、うん、そうそういうのやめてほしいなと自分も思いますね。これ愚痴。あ、うんうんうん、まあ、確かに自分もその Mac、Windows に関してはないですけど、そういうなんか提出とかでそこで点数いくかみたいな引き方をしてくる人がいる、うん、あの表紙で前友達でこうレポート丸1丸2って書かなきゃいけないんですけど、うん、レポート1って書いて1点に引かれたやつです、丸つけてないっつって、うん、なかなかねその大学の先生って独特のこだわりを、ね、変なこだわりを持ってる方が多いですから。大学の先生って本当特殊ですよね、なんかいろんな意味で、うん、やっぱ自分のその研究領域に特化してる方がいるの、はい、多いので、うんうんうん、逆にそれ以外のことどうでもいいみたいな先生多いんですよね。服装とかもかな。あ、そうですね、確かになんか服装とかも変わってる人もいるかも。そう、なんか大学の先生っていうのは俺多分大学入って思ったんですけど、うん、一番理解し合えない人なんじゃないかっていうふうに最近思うようになったんですよ。一番なんか同じ学部、同じ学部でもなんかあの、まあ、自分も工学部なんですけど、なんか、うんうん、まあ大学もちろん専門的なことを研究して勉強してっていう場じゃないですか、うんうんうん、確かに学問ってすごい大事なもんだなと思うんですけど、はい、なんでそこまで学問をこう進行してるんだろうってふと思っちゃう時があって、あ、なんかこの先生の専門科目だけ、なんかそう先生であの、まあ、人によってはその物理のなんか結構なんですか基礎学問に近いことやってる先生とかいて、なんかそういう人ってなんかもう学問に進行してんじゃないかみたいな人がいるんで、なんでここまで熱が入ってんだろうってふと思っちゃう時があって、てかそんなにすごいもんなのかな、確かにすごいのは分かるんですけど、なんか温度差を感じるっていうのがあります、すごいいつも。なるほどね、やっぱり大学の先生を見るっていうのは面白いですよ、
はい、教育学部も全体の集まりがあるんですけど、はい、科目ごとに担当の先生が並ぶ時があるわけ、はい、各科目の先生紹介しようねって並ぶんだけど、やっぱその科目の雰囲気がすぐ出る、はあ、なんか国数 A、理社って並んでいくとすぐ分かる、どれが誰の先生か、うん、教育学部は、ね、全体の、小学校の免許取る学部がちょっと人数が多くて、その横に各教科の免許がもう教科ごとに出す学部があるので、はいはい、並ぶともう本当に分かるよ、数学と理科と英語ね、あそれぞれ独特の癖がありますよね、そうっていうのが面白いですよ、これ愚痴じゃないんだけど、愚痴じゃないですねもう、うん、あもうなんか愚痴なんだけど、はい、もう食堂がねもう混むか愚痴だな今思った、特にどっちがやばいのかな、北食、あ中央の方がやばい、中央の方がやばい、中央はもう本当に昼はもう昼食堂結構広いんですけど、はい、一周して外に出るぐらいまで列が伸びたりするんで、うん、あれ食べるのずらさないと12時ぐらいに行ったら終わりで、30分ぐらいに行かないとやばいっていう、食べれないそれはありますね、外に行かないと食べれない、それは愚痴かな、まあでも確かにさっきあの橋では離れてるって話なんですけど、一つ良かったなと思うのは工学部の側の北食は基本的に空いてるんですよ、そうあんま混まないんだよね、混まない混まない、はい、そうだ混まない、文系がやばいんだよね、文系の方がやばいですねそれは、そうしかも文系の学生居座るんだよ食堂で、ああ席取りするよね、うん、でもう終わった後もこうみんな広げてだべってますから、ね、そう委託してるから、あのおばちゃんが出動するんだよね、席取りはおやめくださいってあの名物になってるパートのおばさんですね、パートのおばちゃんがね、農学部の方書かれてたっけ、席取りあの禁止、あそんなに書いてないです、中央だけですね、そうですね、まあそんな感じでいろいろあるんですけれど、そう多分これ喋ってたらキリがないですね、うん、うんうん、ってことで今後もこれ続けようね、定期的に定期的になんか愚痴があるときはここで言い合いましょう、はい、うん、ただやっぱ愚痴を通してね、いろいろ流大の構造とかどれだけお伝えできたか分かりませんけど、なかなか普段ね大学のこととかもあんまこの番組やらないので良かったんじゃないかなと思います、はい、はい、まあちょっとなんかこう重い空気になってるんですけど、まあ夏ですからね、さっきも高校野球って話題出ましたから、うん、高校野球の曲を1個やろうかなと思います、小袋でダイヤモンド、はい、あやっぱ下ネタ乗ってたの、乗ってましたがっつり、でもこれツイキャスオンリーなんで、うん、ツイキャスに下ネタ乗ったってさっき言ったら、あとワンちゃんいじってたら、あのツイキャス映ってるの忘れてたやめてください本当に、ね、こうすごい嫌な先輩が一人います、大学の別にでもそういう嫌な先輩がいるからこそ、やっぱり優しい先輩が、ね、あの分かるんでしょうか、びっくりした、嫌な先輩がいるんだよねって嫌な先輩とは言ってないですけど、嫌味な先輩がいるんですよ、嫌味な先輩がいるからこそ他の優しい先輩が引き出すって言ってこの間違いの嫌味って言った犬井君は、まあ、もう放送部の名門から始まってほんと眠い。しもさん、今日何時間寝たんですか？6時間ぐらい寝たよ。じゃあ、お料理寝れますか？うん、夜バイトしてるんじゃない？どんな居酒屋？水商売。え？消化部。ああ。普通の店員。うん、大丈夫。風俗店じゃないから大丈夫。ほんと電波乗らなくなりますからね、それから。なんか風俗店できる香りにまいそうですよ。モノマネのお店、モノマネはやるんですか今、うん、基本的には週一だからやんないけど、あお酒作ったりするとこに、じゃあ完全に店員、普通の店員と一緒なんですね、やってることは、でオーナーがいない時だけ歌う、ラジ
自己紹介して5人。言ってた言ってた。本当にもう教授と分かり合える気がしない。一生かかってるのでは。逆だけど。一回サバサバしてるよね。なんか文系中身を教授とする。ああ、それはありますね。結構教育人数少ないからすぐご飯行こうとか。俺たちはなんかいいけどね。なんか結構三お酒のことやってるからそれでそういう席が多いわけです。え？三人分ぐらいです。ああ、じゃあ曲の分かな。今さコーナーに終わったじゃん。はい、終わった時は二人入ってるわけ。ああ、そうですか。あと何分で終わる？50分。あ、そう、曲が50分にも終わってる予定なんですけど。あ、じゃあ途中で目立ったかけたのか。うまい。この辺で目立ったかけたら感想だし、ちょうどいいし。うん、今いいんじゃない？今喋ってないからいいんだけど。一時二時五十六分だよね、終わり。五十六分。じゃあ55ぐらいに終わらせればいい。カウント出してあげて。はい。あと20秒です。8、7、6、5、4、3、2。はい、ということでね、50分、1時間ほどお送りしてきたんですけれども、はい、はい、どうでした？どうだった？ 初ラジオ。そうですね、初ラジオどうでした？うまく喋れてるか分からなかったけど、まあ、言ってよかった、楽しかった。まあ、自分が最初に出た時より全然喋れてたと思うんで大丈夫ですよ。よかった。うん、これからね、ガンガンどん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 やっていけば、すごいていきますから。はい、はい、頑張ります。はい。ということでね、今日そういえば父の日ですね。うん、ああ、はい。何かしました皆さん。この後 LINE を送る予定。あ、LINE。ああ、LINE。ケンさんなんかしました？まだ今からなんだけど、洋服買おうかな。おお、優しい。そうそうそう。ミキサー陣の方々と何か、うん、いや、余裕なさそうですね、今。多分あの二人やらないよ。ああ、そうですね。自分もね、今、そういえば何もやってねえなと思って、後で LINE 送っときましょう。おお。やっぱね、こう、父の日、うん、まあ、こういう機会ですから、皆さんも何かメッセージを送るなりね。はい。感謝の気持ちは伝えといた方がいいですね。ですね、はい、はい、ということでね、今日もゆるーくお届けしてきましたけれども、いつも以上にゆるかったですね、なんか、はい、はい、あ、そう、鳥玉の、はい、の時間なんですけど、忘れた頃に、はい、ラストオーダーが8時半、ディナーの方が、はい、で、お店自体10時まで開いてます、はいはい、なので8時半までには注文しにお店に入ってください。じゃあね、ラジオと、あ、聞いてね、うん、今日鳥玉行ってみたいなって人いたら行っていただけたらな、ぜひね、行っていただけたらなと思います。あ、コメント来てますね、はい、今日大学のオープンキャンパス、東京の大学のオープンキャンパス行ってきたんですけど、話聞いて流大やっぱり広いんだなって思いましたっていうコメントが今来てます、うん、本当ね、内地の大学と比べると広いですからね、流大は、うん、特に東京、まあ、自分も東京の大学いくつか見たんですけど、まあ、割とキャンパスこじんまりしてるんで、ね、それと比べるとだいぶ違うんじゃないかなと思いますね、うん、まあ、そういう感じでね、これからも流大のことをお伝えできたらなと思います、ね、ということで、このラブラジね、はい、ごめん、なんかラブ地区とダブルんだけど、はい、これからは結構日程の方がしっかり固まってきましたので、はい、来週の告知もしようかなって話になっております。はい、イエーイ、はい、ということで、来週は今ミキサーやってるおひやくんが出てくれるんですけれども、方言クイズ、
それとモノマネのコーナーが第2回があります。そうですね、前回好評だったあのモノマネが、はい、ぜひ事前にメールで何かやってほしいモノマネあったら、やりたいと思います。この FM ギノワン、実は他にもモノマネの番組がもう一個あってるようなんですけれども、こちらの方でもリクエスト受け付けますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで1時間お届けしました。本日のラブラジ、はい、そうですね、ラブラジパーソナリティは、はい、琉球大学1年次乾井郁人と、3年次中曽根健一と、3年次杉本健人がお届けしました。ありがとうございました。